はい、どうもこんにちは、古木です。まあ、ホースでね、水やりしてるとね、よくね、こういうことありますよね。まあ、夏場とかね、びしょびしょになるぐらいね、水やりしちゃうんですけども。はい、ということでね、本日もですね、植物と戯れる男の一日をね、ちょっと動画にしてみましたので、一緒にね、ご覧いただければと思います。朝はね、まずね、各個体のね、水やりの調整ですね。どのぐらい乾いているかとか、まあ、触りながら目で見たりして、まあ、水をね、あげてまいります。威嚇したら基本的に、まあ、こんな感じ。それで、バケツ開けて、ドボンですね。はい、まあ、ドボンするのがね、個人的には一番早いんですよね。まあ、あとつけ置きっていうのをよくやりますけども。で、温室内もこの日はチェックしました。まあまあ、この日はというか毎日のように温室は見ております。植物はね、ほんと毎日毎日ね、観察することがね、枯らさないっていうね、その第一歩だと思いますね。はい、まあ今のところ元気そうでした。今年はですね、結局この内割り剥がさずにね、もう開けっぱなしにするっていう方法でね、ちょっと夏を越す予定です。内割り剥がすのはちょっとめんどくさくてね。はい、で、今年はパキポディウムとか、まあ、サボテン系もちょっと力を入れていきたいなと思っておりまして、もともとね、何個か育てているんですけども、まあ、こんな感じでね、やっぱ夏になるとね、こういったね、開墾植物とかがね、元気になるんで、ちょっとそっちに目がいってしまうっていうのもありますよね。はい、で、この日はですね、実はほいはいほいはいほいはいはいで、じゃあですね、実はですね、この日私アガペの種を買ってまして、これを巻いていきたいと思います。購入したのはですね、シードストックさんでホリダの種ですね。ホリダサブ SSP ホリダですね。あとおまけでこっちもついてたんですが、50粒ホリダの種買いました。私以前ね、ホリダ巻いてたんですけども、悲しい出来事が一度ありまして、ちょっとね、なかなかリベンジする気になれなかったんですけども、まあ、このね、春とかにね、アガペとか夏型の植物の種をまくっていうのをね、一種私的には風物詩的なところもありまして、まあ、今年もね、種をとりあえずまきました。いくつか未生して、毎年ね、そのちっちゃいやつをね、で、持て余してしまって、冬になると誰かにあげまくるっていうようなね、そんな1年を私は過ごしておりますね。はい、めっちゃ蚊が出てきたんだよな、最近。ほんと、園芸においてね、蚊がね、ほんと湧いてくる時期は辛いですね。で、おまけの方も一緒に巻きました。で、これはね、土はすごく適当です。私、アガペとか、基本的に種まきする用土、最初いろいろ考えてたんですけども、結局何が一番大事かと言いますと、まず一番に種の鮮度が一番大事ですよね。で、鮮度がいいと、鮮度がいい種だと、どうやっても案外発芽してくれます。で、その次には水をたっぷりあげるということですね。ちょっと今これあげすぎ感ありますけども、水をめちゃくちゃね、あげてあげます。で、種に水を最初吸わせてあげないとやっぱ発芽しないんですよね。はい、だから種は水と鮮度、まあ鮮度ですよね。鮮度が一番大事なのかなって個人的にはね、思っております。ちょっとね、苔を育てている汚い発泡スチロールの中にも入れておきました。ここでね、一旦保湿します。で、ちょっとね、この連日夏日予報続いてたんで、乾いちゃうなと思ったんで、ラップもかけました。ラップでね、強制的に保湿をします。これでね、案外私はね、発芽を毎年させております。ちょっと種送ってきます。はい、そしてですね、この日は近所のパパ友にですね、種を私にあげました種をね、私にいきました。少しずつね、ボタニカルの普及活動をね、しております。おはようございます。突然めちゃくちゃ歩いてね、ほんと1分もしないところのパパ友なんですが、ちょこちょこね、ボタニカルの沼にね、草の沼にね、全部ね、今草をね、開けまくってます。これはね、あのね、あんまりよくわかんないんだけど、適当にやっときゃ枯れなきゃ、新芽が出てれば大丈夫で、下葉の先端は多分冬のダメージ。在宅ワークになったということでね、時間ができたそうで、ね、草の沼へのね、入り口が開けているのではないかと思います。そしてね、10日が経ちました。あのウッドフェンスを作ってから腰が痛い種の様子見ていきましょうか。さて、どのくらい発芽したんですかね。10日もすればね、まあ発芽するのはね、十分に発芽してくれると思うんですよ。はい、見ていきましょう。お、これは結構まあまあいいんじゃないでしょうか。ちょっとね、密になっちゃってるところもあるんで、間引いていったんですけど、まあほどほど、まあ半分ぐらいはね、発芽してそうですね。うん、
割と良さげな状態かと思います。こっちおまけの方はね、今のところまだ一つだけですね。氷度がねちょっとゴールデンバイオードだったんで、まあ、あんまりその水がね来なかったのかな。でこれ実は種をねまた買ったんじゃなくて、その近所のパパ友が種ちょっと追加で買ってみたということでね、その分けてくれました。いやー順調ですね。草の沼にねハマる方がね、種から始まるっていうね、やっぱいいですね。種から始まるとめちゃくちゃ増えたりするしね、まあ、植物の成り立ちがそこで分かってきて、やっぱちっちゃい頃から見てるとね、もうめちゃくちゃ可愛いんでね、どんどんハマってほしいですね。これはラメリのラモサムってやつかと思います。これはねアガペのなんとかサルマニア巻きました。これはチタノタブルーですね。こちらも巻きました。チタノタブルーはね未消したのがある、未消したのと普通に買ったのがあるんですけど、まあね、毎年ねこうやって巻くのはね楽しいんですよね。でこちらもね、あダンゴムシ、はい、こちらもねたっぷり水をあげましょう。この作業、あダンゴムシがずっと歩いてる。この作業ねもう毎日してるでこれがね夏になってきてね芽が出てきてとかで、冬越しでねどうしようっていう風に毎年なるんですけどねそれもそれでねまあ楽しいですよね。たっぷりたっぷり水をあげます。未消のねこの手のものはね腰水とかしてない場合は毎日毎日水をねかけてあげた方がいいかと思いますね。朝あげてめちゃくちゃ晴れたんだったら夕方もあげてみたいな感じでね、まあ、できる限り氷土水を、あ違った水をねたくさんあげてね土を乾かさないようにしてあげる。でまあここで私チランもいるので、チランジャーに水やりするついでに水もバシャバシャかかってるってのがありますね。はい、ということでね本日は休日、まあ、延長戦も10日後っていう延長戦もあったんですが、植物をねめでる男の休日でございました。まあ、春4月5月6月はね種まきのいいシーズンですので、どんどんねまいて楽しんでいきましょう。夏ぐらいになってくるとね人差し指の第一関節ぐらいのサイズの何かしらが生まれたりするのでね、それをねめでていくのも楽しいですね。そして冬にね場所問題でめちゃくちゃ困るというね日常を皆さんと遅れていけたらいいなと思っております。はい、その時はね一緒に困りましょう。はい、ということでね本日もねご視聴いただきどうもありがとうございました。インドアホビーズ植物男の休日でございました。バイバイ。